5月から妊活休業をさせていただこうかなと思って、2008年に赤ちゃんが悲しいことになってしまって、そこからちょっといろいろ調べたりしてたら、やっぱり私の職業がちょっと本当スタントマンみたいな 仕事が多くてですね、まあ5月まであるんで、そこまではもう頑張って体を張ろうと思ってるんで 仕事が多くてですね、まあ5月まであるんでいただこうかなと思って、2008年に赤ちゃんが悲しいことになってしまって、そこからちょっといろいろ調べたり、5月から妊活休業をさせてしてたら、やっぱり私の職業がちょっと本当スタントマンみたいな。